ベルギーで開かれている G7 ・先進7カ国首脳会議は1日目の討議を終えましたウクライナ問題をめぐっては G7 が3月に出したハーグ宣言で分野別に制裁強化などロシアに対する厳しい文言が盛り込まれましたが今回の共同声明では情勢次第で追加制裁という文言にとどまり対話路線をにじませています ロシア抜きの7カ国で行われたサミット初日は2時間40分のうち大半がウクライナ情勢で首脳たちは上着を脱いで意見を戦わせました安倍総理はロシアを責任ある国家として国際社会の問題に関与させていくことが重要だと主張し外交的解決の重要性を強調しました ロシアへの制裁強化を求めるアメリカやイギリスとは対照的に融和路線を訴えた形です。しかし一転して中国に対しては厳しい姿勢で議論をリードしました。力による不自覚は許さない。えそして平和的に解決されるべきであると。共同声明には中国を名指しこそしませんでしたが、力による一方的な試みに反対という文言が盛り込まれました。 安倍総理としては、ウクライナ問題ではオバマ大統領の顔色をうかがいながらも、中国包囲網では狙い通りの展開になった形です。